階段とかで会ったら、はいはいはい、自分が降りて挨拶しないといけないんですよ。そんなはんねや。始めたのがきっかけです。あ、そうなんや。はい、部活ピーポー全力応援部活ピみんなの質問コーナー、イエーイ、イエーイ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。皆さん、他校の部員に聞いてみたいことがたくさんあるようなんで、お手元の紙に書いてください。こういうのいいですね。私生活とかオフのこととか聞くのもね、ありなんで。それでは一斉に出してもらいましょう。どうぞ。オフの日は何をしてますか？部内のルールで一番きついことは、チームで一番楽しいと思うこと、ミーティングはどんな風にしてみますか、ということで。じゃあ、まつりのちゃんの質問の部内のルールで一番きついことはから聞いていきます。パン君どうですか、部内のルールで一番きついこと。あんま多分他の学校から比べたら当たり前なことなんだと思うんですけど、はい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 、先輩に上から挨拶しちゃいけないってのがあって。どういうこと、どういうこと、どういうこと。階段とかで会ったら、はいはいはい、自分が降りて挨拶しないといけないんですよ。そんなあんねや。じゃあもしパン君が2階におって1階に先輩見かけて目あったらどうすんの。はい、はい、1階に降りてこんにちはって言います。そこまで。はい、私は上からダメとかではなかったんですけど、はいはいはい、こんなに遠くにいても、はいはいはい、もう 100m 離れてようがなんだろうが、先輩がいたらそこからとてつもなく大きな声で挨拶をしなきゃいけないって言われました。ちなみにまつりのちゃんの部活内での厳しいルールってはあるんですか？確かに自分らで決めたんですけど、はいはいはい、テストで赤点取ったら、はいはいはい、その寮で1時間携帯回収して勉強してみたいな感じです。あ、なるほど。すごいね、携帯回収されんだよ。自分たちで決めたっていうのがすごいね。確かに偉い。ほのかちゃん、きついルールどうですか？女子野球部のルールなんですけど、はいはい、朝に早朝テストっていうのがあって、はい、それに合格点より下に下回ってしまったら、その作文を書かないといけなくて、小論文の練習とかそういう大学につながることなんで、はい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 、早朝テストに落ちてしまったらその作文を書きます。じゃあもうザーッと厳しい。じゃあ次の質問いきますか。じゃあ、あゆちゃんのチームで一番楽しいと思うことは、まつりちゃんどうですか？自分は競争とかやって、うんうん、負けたチームがスクワットジャンプ何回とかあるんですけど、はい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 、一番勝ったチームはしなくてよくて、はいはいはい、二番目が30回とか50回とか、下に行くにつれて、うんうんうん、回数が多くなっていくんですよ、はいはいはい、結局やるときはもう全員で一番最高の数をみんなでやるんですよ、はいはいはい、そういうときが、まあ、きついですけどめちゃくちゃ楽しいです。みんなでやるんでしょ、最終的には。はい、やります。すごくないですか？1位の人もやるんですよ、一緒に。なんでやんの？ノリです。ノリでノリでやっちゃうんや。俺絶対やれ。ノリでやるのがいいんですよ。それがまたこうチームとしてのこうギュッていう。確かに確かに、うん、あ、俺やらんかったな。やけどそれもいいチームですね、本当に、うん、ちなみにじゃあ、この質問のあゆちゃん、うん、あゆちゃんのチームでの一番楽しいことは何ですか？平和に監督さんが焼き芋を焼いてくれるんですけど、めっちゃいいよ。それをみんなで食べるのが楽しいです。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいやん。うまいよな、冬の焼き芋はマジで。じゃあ次の質問いきますか、うん、じゃあほのかちゃん、ミーティングはどんな風にしていますか、という質問なんですけども、あ、ミーティングにも個性出るのかな。ちょっとパン君、うん、ミーティングどんな風にしてますか？うん、やっぱりね、選抜優勝チームのキャプテンのミーティングですからね。確かに話し合う感じのミーティングの時は、はい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 、あと自分がキャプテンなんで、はい、自分が話を進めていくんですけど、まあ、意見が出ないこととかも、まあ、結構あるんですけど、そういう時は話し合う時間とか、はいはい、もう一回解散してからもう一回集まってやったり、そういう感じでやってます。
自分がプレーしながらちゃんとチームのことも考えながら全員に目を向けないといけないのがキャプテンじゃないですか。やっぱキャプテンをしてるってこと自体がすげえなって僕は思うんですよね。ちなみにどうですか、ほのかちゃんとこのミーティングは。ずっとうまくいってなくて、はいはいはい、意見の食い違いとかもあったりするんですけど、はいはいはい、うまくまとまらなかったんで、いい情報をもらったんで次から頑張ります。ここで情報調達をしてたと。ほのかちゃんやるね。でもいいことで、意見が食い違うっていうのは、うん、私はチームを良くしたいがための食い違いだから、うんうん、それだけみんながチームのことを思ってるわけであって、それをうまくね、それのいいとこ取りをしてこううまくねまとまった時、やっぱそういうチームっていうのはすごい強いと思うから。確かに、うん。じゃあ次の質問いきますか。じゃあ最後パン君の質問、うん、オフの日は何をしてますか。いいですね。これいいですね。なんか今までこう野球の質問みたいな感じが多かったんで、なんか私生活が全然見えないんですよ。確かに。大本命君の物語。じゃあ最後パン君の質問、オフの日は何をしてますか。いいですね。これいいですね。なんか今までこう野球の質問みたいな感じが多かったんで、ほのかちゃんどうですか、オフの日は何してますか。あんまり外に出てなくて、はい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 、もう携帯見たりとか、はいはい、やっぱり一番お風呂に入る時間が幸せです。いいよねお風呂。オフってどれくらいあるんですか。週1？はい、週1です。週1か。え、携帯とかでじゃあ YouTube とか見たりするんですか。はい。あ、じゃあちなみに YouTube 誰見るんですか。最近だとブカピよく見てました。お、ブカピ見てんやん。嬉しいです。100点満点の答えしてくれた。嬉しい、ありがとうございます。あゆちゃんどうですか。基本的に整骨院に行ってます。整骨院行ってる。あ、けど僕も行ってた。僕もオフの日めっちゃ行ってた整骨院。だってオフの 日しか行けないですもんね、ケアがね。整骨院、そう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 。え、ちなみにあれですか、まつみのちゃん TikTok やってるじゃないですか、はい、オフの時に撮ってるんですか、はい。そうですね、いやでも部活のユニフォームとかで撮ったりするときは部活終わりでもう15秒とかで撮れるんで、確かに確かに、バッて撮って投稿したりとかしてます。そうなんだ。あ、ちなみに今何人フォロワーでしたっけ。 TikTok は79万とかだと思います。79万。俺の TikTok より多いやんけ。俺これをなりわいとしてるのに。すごい。すごいですよ。けど80万人近くいるっていうのは、うん、本当にだってもう関ヶ原の戦いぐらいだったら勝てるからね、その人数で攻めたら。TikTok 始めたきっかけ何やったんですか。いや、自分の友達が自分を TikTok で上げたんですよ。あ、見たことあるかも。それでちょっとバズったっていうか、なんか友達がなんかフォロワー増えたからもう一回載せさせてみたいに言って、はいはいはい、この人のアカウントを見たいみたいな、はい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 、コメントがあって始めたのがきっかけです。あ、そうなんや、はい、野球部の女子で TikTok 新しいと思って、でしかも可愛い子やし、あ、これ伸びるなと思ったらね、気づいたらもう僕の上の上にいましたね TikTok。 本当に。大本命君の物語。夏の決勝は甲子園開催が決定。イエーイ。甲子園開催されるってこれすごいことなんですよね、片岡さん。すごいことです。歴史が変わりました。やっぱり私も甲子園に出たくて高校球児になって、だけどその時に私が甲子園の舞台に行くには何かって考えて、やっぱ男子に混じってやるしかなかったんですよね、方法が。で、まあ、でも現実問題女子部員は高校球児甲子園に立つことはできないと、練習生扱いだっていうことだったんですけれども、それを性別の問題だけでそこに立てないのは私は辛かったから、もうこんな思いをしてほしくないな、何かできることはないかなと思って、
ずっとその高校野球連盟の規則にある男子選手のみに限るっていう一文を外したいっていう思いでいろいろやってきましたけど、それがこの現実となった時に聞いたって思いましたね。確かに本当にもう歴史が変わった瞬間ですよね、うん、みんなこのニュース聞いた時どう思いましたか？甲子園は男子の舞台だとずっと思っていたので女子も甲子園を目指せるっていうことを聞いてすごく嬉しく思いました。そうやんね、やっぱ野球をやってる人は一度は夢見るあのかっこいい場所っていうかもう目指してる、でも今までは絶対叶わないっていうか応援にしか行けないっていうところで、でも自分に目指す夢を叶えるチャンスがあるっていうのをものすごく嬉しかった、ね、いいよね。目指すべき場所をいただけたことにすごく感謝しています。かっこいいコメント。甲子園でプレーするっていうのがずっと自分の夢だったんで、はい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 、それに対して女子野球がどんどん広まっていってるんだなってすごい感じました。そうですよね、なんかもうね2チームしかその舞台には立てないかもしれない、まあまあ、確かにけども目指せる場所立てるんだから、うんうん、もうね全力でねみんなここを目指してほしいし、行くからにはやっぱり甲子園で勝つチームになってほしい。だって1チームしかないんですよ甲子園で勝てるチームってなったら、そこのもう勝つっていうものを目指して頑張ってほしい。いやぜひ頑張ってほしいですね。マジ羨ましい。じゃあ最後に部員の皆さん1人ずつから、夏の大会に向けて意気込みや目標を聞いていこうと思います。チームとしての目標は全国制覇で、うん、個人としては今年最後の高校野球になるので悔いが残らないように、高校野球で一番のプレーができるように頑張りたいです。素晴らしい。春夏連覇の権利を持ってるわけですからね今。そうですね、ほんまや、まあ、自分たちのチームの目標も日本一になることで、うん、今までやってきたんで一つ一つ集中して練習試合とかもやらせてもらってることとか感謝して諦めずに最後までやっていきたいと思います。いやもう一発勝負はね何が起きるか分かんないんですから。そうですね、チームで全国制覇できるように全力で楽しみたい。おお、やっぱ楽しむって大事ですよね。最後にこう楽しむって言葉が出てきて、僕はすごいなんか改めてこの甲子園開催ができるようになってよかったなと思いますよね。チームスローガンでやったるでっていう目標があるんで、あの初めての甲子園で初優勝できるように55人全員で頑張りたいなって思います。お頑張ってください。決勝で負けるって一番悔しいと思うんですよ、うん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 、私もそうだったんで、目の前でやっぱり相手チーム勝ったチームの胴上げを見たり喜んでるのを見るって一番悔しいから、多分悔しさをすごく持ってるチームだと思うので、ぜひそこの、ね、リベンジも果たしてもらいたいですね本当に。いやそうですね、ということで夏の大会に向けて皆さん頑張ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張って。ブカビに紹介してほしい部員の皆さんはハッシュタグブカビ出演希望をつけてツイッターに投稿してください。採用されたらブカビグッズをプレゼントいたします。皆さんからの応募お待ちしています。今回特集した女子野球部、今回話を聞いて感じたことを僕がちょっと一筆書きたいと思います。はい、こちらです。じゃじゃん。できるかできないかよりやるかやらないか。これはね僕いろんな思いがあってこれを書いたんですけども、はい、まず一つこれ僕メジャーに出てくる言葉で好きな言葉の一つなんですけども、プラス、はい、やっぱ女子野球ということで、女子の子がこうやっぱできるかなっていう、やっぱ入りにくいもんではあるじゃないですか。けどそれを感じさせず、やっぱ彼女たちはやりたいからやってるわけじゃないですかっていう姿勢がすごいかっこいいなと思って、僕はできるかできないかよりやるかやらないかという言葉を書かせていただきました。素晴らしい。ともやんが書いてくれたそのできるかできないかよりやるかやらないかっていうのは、多分野球をこう始めるきっかけの時にもなるけれども、はいはいはい、やっぱり野球を続けていく中でもこの調子が悪かったりとか不安になったりとかすることもあると思うけど、その時にできないっていうことを考えるよりも、もうまずやろうっていう気持ちでこう背中を押してくれる一言にもなると思うから、すごいなんか
彼女たちもそうだけど私も心に響きました。いやこれ本当にすごいいい言葉でしょ。うん、すごい言葉。僕が考えたんじゃなくて、あの茂野五郎が言ってました。はい、ありがとうございます。ということで、片岡さん今回本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いやすごい楽しい回でした。ということで来週もまた見てくださいね。バイビー。バイバーイ。